思っててしゃあないですよ。あのみんな俺とやりたいんでしょ。俺の知名度が欲しくて、みんな人気者になりたいんですよ。だもう素直になれと。アンチもファンもね、騒がせれんもんがごちゃごちゃ言うてね、実力がどうのこうの言うてるやつが一番口だけやと、お前らに証明してやろうと、そのためにトーナメントしたいと思ったんで。心配すな安心すな、心配すな安心すな、情けないほど面白くない、そんな人生、顔を上げて胸を張って生きてゆくんだ、だから心配。いい試合できてないんで悔しいですよ。何も言うでもね、格闘家の端くれなんでね。心配すな安心すな、 Yeah 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 yeahYes. 世界チャンピオンになった初の試合のファイトマネーとかって2万円ちょっとあったと思うんですよ。それでも僕全部自分で分かってた上でタイで試合をしてたんで、多分僕って世界で一番強いやつと戦ってると思うんですよ。ライジンっていうリングに立って、格闘技ファンじゃない層まで梅野源氏っていう男を知ってもらういいチャンスなのかなって。ムエタイで一番になるっていうのをこう頑張って、まあ実際になったんですよね。あ、まあその辺はすごいあのリスペクトしてますし、まあいかんせん試合おもろないじゃないですか。ペチ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 蹴って、あれ伝えとってくださいよ、男らしい殴り合いと。蹴りでも圧倒できるだろうし、パンチでも別に圧倒できると思うんですね。俺に乗っかりたいんですよね、みんな。もう素直にやったらいいじゃないですか。僕の積み上げてきたものをコール選手に分からせたいなって。圧倒的に勝って自分が言い出して、自分がね1回戦で負けてもったら何の格好もつかんので、自分が優勝しないと意味ないんで、全員に分からせてやりますよ。がずっとごちゃごちゃカバンやろう思って、はい、これ使えな、カバン持って、これ黙って練習頑張れよ。投げんのもカバンに悪いしと思って、まあ、せっかくだからね、ファンにねプレゼントしてもいいかなみたいな。どう出ていくのか。大阪といえば浩二じゃなく高橋さん兄弟。ここはリングなしで今ぶつけ本番でした、すげー。大会の強さですか。あの4人のメンバーで、まあ、知名度も実績もまあ僕が一番低くて、そこ優勝したらもう今までとちゃう景色が見えるなっていう感じで、めちゃめちゃ気合入ってますね。まあ噛み合うんじゃないですかね。まあ、1回戦もちろん KO ですよ。早ければ早いほどいいですよ。